はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はミッシングリンクステージ4、ソロモンの落日、こちらをやっていきたいと思います。ではステージスタート。グレイブの追手を振り切り空へ上がったレイスだが、軌道上にはグレイブの手先が待ち構えていた。容赦ない砲撃により、哀れレイスは流れ星。これでグレイブも枕を高くして眠れる。めでたしめでたしとか、そんな気持ちでグレイブがいてくれると助かるんだがな。実際のとこ、俺たちの HLV は連邦の艦隊に発見される前にジオンの回収艦に拾われていた。もちろんマルコシアス隊の HLV も一緒だ。乗ってきた HLV をおとりにして放棄し、その裏でマルコシアスの HLV を使って地球へ再突入、リターンエースを決めたってわけだ。ヴィンセントとの別れは辛かった。親より先に死ぬなよとか、余計なこと言っちまった。うすうす気づいてるかもしれねえが、ボロが出る前に再会を約束して別れた。積もる話はまた今度だ。俺にはまだ地球でやり残したことがある。地下に潜り、俺たちは反撃の準備を整えた。リッパーやマルコシアスの隊長と連絡が取れればよかったんだが、あいつらの行方はつかめなかった。だがここにおいて戦争の趨勢は消した。圧倒的な物量差を覆すだけの力はジオンにはない。ジオンの降伏までは時間の問題だろう。しかしその間にも人は死に、グレイブの暗躍は続く。グレイブへの反撃を片時も忘れたことはない。何をおいても奴の正体を確定するのが先決だ。レースの任務内容でいくつかのヒントを得ているとはいえ、決定打に欠けてるのが現状だ。切れるカードは山ほどあるのに歯がゆいね。最大のヒントは、俺たちを付け狙っていた青いモビルスーツ、その名をペイルライダーというらしい。奴は規格外の特別性だ。ペイルライダーを追えばグレイブの正体に近づける。そしてその手がかりは俺たちの前に意外な形で現れた。レイスが成仏して消えるには未練が多すぎる。俺たちの戦いはまだ終わらない。ソロモンの落日。あ、これミデアなんだ灰色のミデアだ。モビルスーツ一体って誰が操縦するの？そうだよね、物資はめっちゃ必要だからね。食い物と燃料と。こいつは山賊だな。ははっ、山賊か海賊。返すのかよ本当に。ジオンの HLV 基地。え、でも今コード的にはさ、ジオンになってるんじゃないの？直したのかな、もう偽装は。あ、結局偽装すんだ。
ジムが一気にやられた。強いね。ああ、ここか。そうか、まあ、一応ね、ミッシングリンクは全てのガンダムガイデンとちょいちょい、まあ、コラボっていうか関係性があるように作られてますからね。ちょっと強引なとこもあるけど、ここってペールライダーが出てくるんだっけ？で、なんかエグザムと似てるみたいな。まあ機体は全部連邦のものだからね。エグザムを起動させた状態で、敵軍ユニットを6機以上撃破できるか。え？どういうこと？だってエグザムなんてさ、1ターンしか持たないでしょ。どうやって6機も撃破するの？チャンスステップ使ったって反撃で全部倒さないといけないじゃん。これはかなり難易度が高くないか？ザクが 1,2,3,4,5,6、 ザクはちょうど6体いるか。なるべくテンションはね、じゃあ上げていきたいからね。血を固まって反撃して減らせる分は減らしておくか。ガンキャノンの足が遅い。ミレアってあんまり前に抱きついてるな、あれだからな。これでやってみるか。あれ、また出てきた。こいつだってやられてもいいのかな。支援防御しておくか。悪いが、こっちも必死なんでね。2000か。まあまあ抑えたな。どうしようかな。まあ、ミサイルで反撃するか。 45%。 このまま距離を詰める。よし、ナイス。ここはもうビームサーベルで反撃するしかないから。おお、かわすね。そうか、HLV の発射も阻止しないといけないかな。破壊が勝利条件。さて、じゃあ HLV はレイスに任せる？5500か。一発で倒せないな。これで大丈夫でしょう。
して、こいつも倒しておくか。いや、5000か。反撃を入れておくべきだったな。ラスは多分2発分で倒せるんだよね。こいつの資格は2マスだっけ。そうだな、 60% かわされて、こいつはどうだ、 56% か。僕だってこれくらいは。よし、でそこからここにはいけないのか。ビームサーベルでぶっ倒すと、であとはここら辺のザクだな。HLV を破壊できなかったらちょっと元も子もないからな。それはおお出てくるね。なるほど、ここら辺はどうしようかな。あんまり反撃しすぎてもね、次のターンで攻撃するエネルギーが残ってないからね。だからエネルギーは残しておかないといけないから、でもさ、6機分のエネルギーって残らなくねえか。そしてこいつらはな、しっかりと射程の外から攻撃してくるな。いつも通りだけど、俺にはロケットランチャーがある。こっちにも事情があるんだね。悪いが落とさせてもらうぜ。あと4ターン、ちょっと待ってね、エグザム。一旦経過後エグザム解除でしょ。エネルギー、別にエネルギーが回復するとかじゃないからね。ってことはだよ、もう一旦だな。ちょっと次のターンまで待ちたいといえば待ちたいよな。で、ロケットランチャーでこのザクは倒そう。モビルスーツに乗るのは久々だけど、俺だって、あ、そうか。リッパーがいなくなってるからこいつがモビルスーツに乗ってるのか。でガンキャノンで減らせるやつを減らしておこう。さてスペクタクルの始まりだ。いやー6人は無理でしょう、どう考えても。あとあのクフもね、意外にやっぱりヒートレッドとかのね攻撃力が強いからね、倒しておきたいのはある。でビームサーベルと、どうする。超強気になったとしてもザクをね一発でね破壊できるね火力はないと思うんだよね。なるべくみんなの射程に行きたいからな。ていうかエネルギーだよね、そもそもあと一発しか撃てねえし。どうすりゃいいんだ。いっか、HLV を破壊するかな。そうするとあれ倒せなかった、なんてこった。
敵がワンサが出てくるね。やはり HLV を狙いに行かないとダメか。反撃はできない。痛い。だってこれでさ、例えばビームライフルを撃つじゃん。スーパークリティカルで倒せるんか。倒せるは倒せるけど、もう反撃できないからね。そうか、ユウには最初エネルギーをあんまり使わせない方が良かったんだな。じゃあ全部バチバチ状態にしておいて、ユウで全部倒すと、あとはそういう方が良かったのか。てかこれはもう普通にきつくなってきたからな。 HLV の破壊を狙うしかない。もうユウで6機破壊するのは無理だから、このままイグルム使って、とりあえずこのバックを撃破して、で、このシステムを使おう。HLV に。6000か。微妙な感じだな。はい。まあ、なんとかはなるかな、このターンで。あと500か。エドワードに、手柄をあげよう。逃げてって大丈夫なの？空に打ち上がってる瞬間にさ、ビームライフルとかでさ、狙撃される可能性あるじゃん。あれ結局ペイルライダー出てこなかったし、そうだこれでエグザムについて教えてくれみたいな。これでアルフカメラが説明してくれるんだ。おお、ペイルライダー、ここはこだわりだね。一緒にしてもらっては困る。あ、第4の騎士、そういうことか。オーガスタ基地ってさ、そういう実験しかしないよね。やっぱりオーガスタ基地って一番やばいとこなんだ。
キャリフォルニアベースから打ち上げられた2機の HLV は軌道上で突撃機動群の船に回収された。しかしレイスは匿名があると言ってその場から立ち去った。別れ際、隊長のトラビスさんに親より先に死ぬなと言われた。あの人は僕の父親だったのかもしれない。しかしそんな偶然あるんだろうか。僕はこの先マルコシアスを率いていかなければならない。シュナイド隊長ならどうするだろう。そんなことばかり考える。残念だが月面都市グラナダにある突撃機動群司令本部への帰還はお預けになった。レムリア隊と合流した僕たちマルコシアスは空間専用モビルスーツと装備を受領し共にソロモンへと向かう。そして宇宙世紀00179 12月24日、連邦軍の艦隊は二方面でソロモンへ進軍してきていた。僕たちに与えられた任務は指定中域の敵を撃退することだ。ドズル中将直属の部隊と一緒だ。士気は高い。僕たちも気合を入れていこう。宇宙要塞ソロモン、ジオ公国、宇宙攻撃軍。超大型ヒート剣。ギーが持ってるんだ。ギーも丸くなったな。なんか前だったら当然だなみたいな感じだと思うけど。あ、そうそうそう、こいつねニュータイプ試作機に乗ってるんですよね。ビショップだっけこれ。あれ、こいつの機体なんだちょっと形が違うな。なるほど、宇宙は無重力だからやっぱ軽くなるのかね。これはあれか、ソーラーシステムか。やはり物流だな。ジムが大量にいる。ボールも投入してるね。いやー、すんげーいっぱいいるな。完全に囲まれている。ドズル中将さすがです。見たか、イグザムが量産の暁には連邦などあっという間に叩いてみせるわ。お、ドズル中将から直接通信が。
ぱりね、あの3兄弟だったらドズルが一番いいっすよね、下につくんだったら。ほうほうほう、これジオンか、今回は。まあ適性合わないやつがいるけどいいでしょう。サラミスを2機以上撃破、ドズルがサラミスを2機撃破するのか。なるほど、ってことはどっちかに戦力を集中させる必要があるな。左か右か、あ、そうか、下は全部ドズルが排除したのか。じゃあ一回適当に左で、ジムはやっぱりそのまま排除していこう。エネルギー的にもピットで大丈夫だよね。なんだかんだでね、ボールもね鬱陶しいからね。射程が長いっていうのがね一番厄介ですよね。あとはこれは一旦下げて接近してくるのを待つか。でビグザムは1、てかビグザム単独でもいけそうな気がするんだよね。でサラミス厚んでるね。ここは結構な金稼ぎができそうだ。でこっちか、ホワイトベースはこのままこっちに行って、そこのボールはちょっと破壊しとった。まあビームライフルでいけるでしょう、ボールごとき。ボールなんてさ、ビームライフルはかすっただけで蒸発しそうだよね。どういう構造になってんだろう、本当によく作ったよな。アルコシアス隊どうしよう、このまま置いとくか。なんかイベントが続んだら敵が出てきそうな気もするけど、結局援護射撃で倒しちゃうから。おっ、さらに攻撃してきた。メガレッシュ撃ってみよう。戦いはここからよ、目に物見せてくれるわ。9075とかやっぱ普通に強えわ。ただね、ジムはね外に出しておかないといけないから、まずはじゃあこっちか、アリックスのレベルを上げておきたいな。それで支援をかければ大丈夫でしょう。まずは攻撃力、まあ、1つの目安として200だな、欲しいのは。で支援をかけて、アレックスは出しっぱなしでいいか。でここら辺、いやさっきの位置でいいか、ここに置いとこう。でちょっとジムが出てくるまで待つと。あれ中に入ってたのか、そんなあれじゃないよね、うん、大丈夫だよね。でここは近づいてくるのを待つでしょ。じゃあビルダムはちょっとピンポイントアタックができるって行こう。でこっちはもうガンガン破壊していく。スレイブレイス、あ、そっか、スレイブレイスがあれなのか、宇宙出れないんだ、知らんかった。じゃあまた例によってジョニーライデンで行こう。のね、やっぱり機体のね火力不足っていうのがあるからね、高機動型ギルグルは。8レベル、
ここはちょっとね、ブライトも一緒にね、レベルを上げていきたいからね、このまま支援でいこう。ペールライダーってどうやって作るんだ。やっぱりエグザム系の機体から発展させていくのかな、それともペールライダーから発展させていくのか、あ、ペールライダーじゃねえや、スレイブレイスから発展させていくのか。スレイブレイス自体はね、別にエグザム積んでるとかじゃないからね。よし、じゃあもうちょっとこれはこっちに行って、この向きにしよう。グループ攻撃ってボールくらい倒せるかな。7500だもんね。いいね、エネルギーがマジでない。さて、じゃあこっちはこのマックスにマックするか。でついでにこっちのジムも出すか。どうする、こんなもんでいっかな。なるべくじゃあマック2で数を減らしておくか。で、エネルギーと攻撃力と機動力めちゃくちゃ高いよなこの機体、本当に。マーク2の試作機は完全にワンオフ機体だけど、マーク2を作った時はやっぱコストを考えていろいろと落としたのかな。サーミス、ちょっと倒しちゃったら嫌だから回避をしておこう。このターンはひたすら回避だな。まだあのサラミス動いてこないか。いや、ボールさすがだ、射程が長い。で、このサラミスは中央反撃しておこう。で、こいつらは回収するから全回避と。こっち狙ってきたか。いやー、ただマーク2の試作機はエネルギー消費が半端ない。おお、突っ込んできたねサーミス。ボールか。ボールがね、やっぱり意外なところからね攻撃してくるんだよね。イベント条件、サラミスが2機撃破されたらあれだから、サラミスはもう全部ドズルで倒さないといけないと。これは大型メガデシコだな。で、ピンポイントをやれば1万4000か。ちょっと怖いな、ちょっと怖い。1回減らしとこう。パワードジムだな、まあ、ハイパー版とかで、ね、まあ、ピンポイントじゃないからさすがにね1万4000も当たんないでしょう。よし、うおお結構食らった。で、82% か。ちょっと外れたら嫌だな。いや、前半マップの U で6機っていうのは結構厳しいよね。よし、じゃあこれは大型メガデュー賞で確実に倒していこう。貴様らなぞあっという間に叩いてみせるわ。こんなん直撃したらさ完全に溶けるだろう。バカな、こんなことよく形をとどめていたな。この俺がこんなところで、この俺がってさサラミスの艦長ごときがふんぞり返ってるだけのね、上司って本当嫌ですよね。
あんまり言いたくないけどさ、こう仕事もできないのにさ、ただふんぞり返ってるだけみたいな。で、一応サルベージで捕獲はできるんですけど、ちょっと邪魔なんで、捕獲できるやつがいたら捕獲していきましょう、そのまま。で、あと艦隊的にはこっちかな、まあ、ボールを破壊していこう。 68% か、かわされたかボールはね、的が小さいからね。で、こっちどうしようかな、回答しよう。で、これはサイコハロー出して、ボールは撤去すると、ちょっと支援を入れないとね。で、こいつを破壊したらサイコハロは下に行こうかな。じゃあこっちのボールを退治しに行くか。で、1体くらいは残しておかないとドズル救助が戦艦の方に行くのがめんどくさいんで、戦艦出して艦砲射撃、あ、っていうかさ、グループ攻撃でいいじゃん。出せるかな、ジム8600。うん、いいね。ちょっとあのパワードジム帰ってこれるか。もう一個後ろにずらしておけばよかったかな。じゃあグレートジムでいいや。よし、ここはジーレンアングリッチで。もうね、ビショップなんてね、ちょろいよ。グレートジムに比べれば。ま、マルトスヤス隊には試作機を回すのが一番かな。完成された機体はこちらで運用しよう。ヌルミがないから帰る。で、あとはこっちか。この部隊はちょっと取っておかないといけないから、ドズルがな、サラミスを倒すまでちょっとめんどくさいな、これは。一応マーク2がおとりになるか、ちょっと超一撃だから、勝ったら嫌だな。で、ここもジョニー・ライデンは自動回復しないから入らそう。ブライトさんと、カジン誰だっけ、未来か、未来の操舵能力だったらかわせるかな。できればな、次のターンでサラミスを破壊したいけど、ちょっと厳しいかな。ボールは残しておくでしょ。あ、ジムを残しておけばよかったか、別に。2回動きたいから一応3機取っておくか。ここはもうひたすら回転量だな、すげえな。3機はマックスを狙ってきたか。左下のな、サラミスが動いてこなかったのかな、ちょっとめんどくさいよな。ボールも狙ってくるね。イクラも動いてくる。で、で、でだよ。まずドズルが動いて、大型メガ粒子砲で、ジムも大丈夫でしょ。倒して。いいね、ドズル通常のテンションが上がってくよ。ビグザムの力よ。で、こっからこっちに行ってジムをおびき出す。で、このね、変周囲メガデスってね、結構弱いよね、攻撃力が。ここは変にするしかないか。
最後のチャンスステップは見てみて、一回攻撃しておこう。サイコハルカ攻撃を入れるとちょっと倒しちゃう恐れがあるからな。で次ピンポイントやればいいでしょう。でこいつは近づいてくるまで待った。あんまりなんか左行きすぎてもな、全然ないわ全然帰還できねえわ。右の舞台かな、めんどくせえな。一回撤退する、入れて相手を来て逃げる。あんまり逃げてないな。これで多分中の良さが出てくるかな。それをちょっと反撃した後、クリティカルが出たとき怖いんで750とかなんだジムとかの攻撃力だと。やばい、後ろから狙われてるからな。あんま関係ないんだけどね、別に刺激されているホワイトベースが。さて、ではではでは、ドズル球場でまた倒していただきましょう。まあ、大型メガジェットをコンテンツで進めば大丈夫でしょう。貴様もこれで終わりだ。だからこれが完全に直撃だよな。この俺が貴様の時に。なんだと、こんなことが。連邦の人たちはみんな自意識過剰だね。まあ、踏んずり返ってるやつほどそういうのが多いからね。でこのジムはもう完全にサルベージしないといけないからな。まあ最後にサルベージをするけど、あれあれなんだこの突撃ミサイルみたいなやつ。タイプとしての力を発揮している。うん、君は何の才能もないからね。ガンダムというやつか。で破壊されるのか。これだけ見ると怪奇現象だよないきなりビルドが破壊された。お、ガンダムが出てきた。おー、これなんだ、ドドスか。脱出艦隊。あ、ドロスの2番艦、ドロワか。まあ似たようなもんだよな。さてここで連邦のアンノーン、何
キムスナイパーか。ま、あれもパクるか。てか、何ガンダムいるの普通に。アムロレイ。これはもうサイコハロで一発で倒すしかない。俺のニュータイプの力見せてやる。イカミックス対アムロ。やらせるか。それはどうかな。あんたに負けるわけにはいかないんだよ。どうだこのドキドキシーン。サイクリットはガンダムといえど俺の敵ではないな。俺が最高のニュータイプだ。撤退していったか。十字勲章ものかな俺は。で、ついでにこいつまず倒していこう。支援をかけて、基本的にはこっちの下から来てんのか。こっちはちょっと一旦帰還してこいつの帰還させて下を向いて下を向いて歩こう。宇宙では下を向いて歩く。四方八方からね敵が来る可能性あるからね。でこのホワイトブース隊は基本的にはサラミスを倒したいんだけど、このジムが所属してるジムだよね。でこっちが所属してないジムだからさすがにそれは遠いな。ジョニーライデン、ロケットランチャーのピンポイントアタック一発で倒せるかな。ピンポンは当たるね。で所属していないやつらはもう一旦引きつけるか。超強いね。あれこっちのサラミスすっげえ来てんな。であの下のサラミスはちょいと放っておくか。じゃあ一旦帰還して回答してでここが白旗立ててるからこれはこっちだな。じゃあ艦砲射撃が入るか。ピンポイント、あとか戦艦には別にピンポイントとかねえんだ。であとはもう気に付いたしか、本当はブービスミのレベルを上げたいんだけどな。ベルザのシステムでどれだけ当たるかな。1万2000は無理だな。やらせはしない。そこか。熱源が接近しています。注意してください。敵を近づけないよう攻撃を開始してください。遅い。その程度の弾幕当たりはしない。ギリギリ倒せなかったか。じゃあどうしようかな。ジオングだな。頭部にがり処理や節約していこう。頭部にがり処理も1万当たるのか。同じ舞台のさ、戦艦は違うけど、グレートジオングとジオングがあるってのはちょっと嫌だよね。くそ、なんで俺の方が機体がすごいんだ、足がない未完成なんだみたいな。まあそれは階級の差だからね、しょうがないでしょう。このボールは倒していいんだから、ボールすら倒せないのか。ホワイトで火力が弱いな。メガ粒子砲とかだったら倒せたかな。普通に考えてさ、戦艦の一撃でボールを倒せないってどういうことよ。あとはこっちの部隊だな。戦艦系は特に出てきてないから、じゃあちょっと人
スナイパーの方向からで、ちょっとパニックってる。で、ハロビットでこいつだけは先に立っとこう。1レベルか。これ1レベル何でくるのかな。で、この突撃パブリックっていうのはもう一旦待とう。こいつどっから来てんだまあこっちに行って、 LG 君は無理だ、下げられなかった、しまった。ジョニーライデンだな、やっぱりこういう時には頼れる武器はジョニーライデン。というとサプライトシステム1個ずつ積んどこうかな、こういう時のために。アッカーフィープレイヤーの、ね、レベルを上げたいんだよね。使い手よりキャラクターにレベルを上げたいんだよね今は。こういう地味狩りをしてどうなのかっていうのはあるけどさ。このボールのパイロットってかわいそうだな。カメラに届かないかな。もう一回出てきたな。で、もう一機出すか。4機ユニットの効果。じゃあこっちは帰ろう。あとはこのサラビスが多分左に来て下の舞台か。下の舞台は一旦待つか。どっちに脱出してんのこいつら。みんなでまあ普通にジュニアイフルを一発くらいだったら大丈夫でしょう。全然大丈夫だね。来たねー。2人で倒すのかな。戦艦がね、意外に火力がないんだよな。結構前の作品とかだと戦艦の火力を当てにしてた感じがするんだけど、どうせ倒せないんだったらもう回避だよな。そうか、さっきエグゼンが見つかってきたからテンションがだいぶ下がってんな。で、どうしようかな。エグゼンシステムで倒せるかな。倒せないか。マジか、そこまで弱いか。しょうがないよな。オールデンジ攻撃でさあ見て倒そう。倒せなかった結局倒せないか。じゃあマスターピープレイヤーに行ってるか。倒してこう。倒せない。もうどうなってんだよこの舞台。俺はもうジョニーライデンが行くしかない。隊長がみんなの死に入りをする。それが舞台長としての務めだからな。
すがシンクロ稲妻で、あとは下から来る部隊をなんとかすればいいだけだから、もうサルベージ使っていいかな。そうだよね、大丈夫だよね。よし、誰が持ってるんだっけサルベージ。こっちにいたっけ、入るね。ではではでは回収と。で、あとレベルを上げたいやつ。そうだな、あれっすよな。クリティカルが出て6600だからね。2番目全体的にやっぱりここら辺の世代のモビルスーツは火力不足か。だいぶ足りないからね。やっぱりグループジュニアとかさ、時代的にはいつなの。インテアレベル15ラ・ミラルナ。お、なんか僕は鉄壁か、鉄壁はなんて全然考えたらな。戦艦に乗ってるやつは祈り、祈りって何で、こいつらはもう一旦ちょっと上がってくるの待つか。勇ましく来るね。ダッサンは。ここから。倒せるのは倒していこう。支援のね、キャラクターの範囲の中に入れないといけないから、なるべく転換の前だな。エネルギーパックをつけよう。転換にはそこそこお金もあるはず。そう、マッカーユニット結構範囲広いなと思ったけど、こいつの射程が短いんだ。帰還できない恐れがあるから帰還する。こいつらがめっちゃ出てるな、外に。そうするとやっぱりマクスに当たる。ここ入らないかな。こういうのはサルベージとかそういうスキルしか使ってないけど、もっと本当はね、なんかネクテクみたいなのもあるっちゃあるんですけどね。まあ、ノーマルだとそこまで苦労しないかな。まあ、エクストラとかハードになってくると機体性能も上げつつスキルを使っていかないといけないかもしれないけど、ハードとかまだ1回もやってないからね。戦艦はこのままでいいか。ゲッムサイがめっちゃ来てんな。お前ら何してくれてんの。反撃しておこう。おー、ムサイ。これムサイが倒したんやな、もしや。倒したね。ではグレートジング、グレートジングもあれだな、だいぶ経験値が必要だな。350かガンキャノン重装型とか全く活躍してないな。自分らしいや。4800か。サイドのジムは倒せないな、一発で。機動力90しかねえのか、こいつ。重装備だからしょうがないな。これでもしグループ攻撃で倒せなかったらガンキャノンで倒せる、まあ、倒せたら倒せて、それでよくと。
よし、脱出ルートを確保。これはリックドン、アナベルガトー、さすがソロモンの悪夢。あのカラーリング、アナベルガトー対モビルスーツ、そういうカラーリングがあるんだ、ガトーの。難しい言葉を使わねえ、アナベルガトーは。ありがとうございますガトー隊員。続くね。でも話的には一年戦争までかな。その後の話はまた別のあれでいくのかな。ちょっと格だな。超いっぱいいる。ジムが大量にいるな。ジムが大量にいるからこれを売ろう。ジムスナイパー2って別に売ってもいいよね。買いたい。で、あとは8になってる。なんかあって毎回見てるけど、あ、クイーンマンサーとか作れるんだ、すげえ。320とか超強いんだけど。たくさんメガ粒子砲がマップ兵器である。クイーンマンサーすごいね。これ絶対こっからクシャトリアとか作れるよね。アレックスどうしようかな。チョバニアーマー遊びさせようかな。ビームサーベルとビームライフル、別にガトリングとか使わないからね。かといって別にチョバニアーマーになったところでさ、アーマーは外れないからね。基本死なないから。グレートジオングも結局クイーンマンサー作れんかい。ノイエジールが作れるね。ノイエジールもでっけえからな。あ、ただノイエジール自体は優先クロワンがどうなんだろう。別に覚醒値は必要ないよな。なんかいるねこれ。シルエット的にノイジールもちょっとな、作りたいっちゃ作りたいけどな。作ろう。外れちゃったんでっかいから。あそこ6にしないといけないのか。でガンキャノン重装型はなのか。でこっちは出てないからヒントして、でこっちは別にそのままいくからオッケーだな。そうか、あと一応設計を見るか。毎回よく忘れる設計。こう書いてみる。あ、あるね。ノイエジールリックドン、ガトー専用機が作れる。あ、ガトー専用機がいっぱい作れるね。はい、というところでミッシングリンクステージ4はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの方フォローしていただけるとありがたいと思います。ではまた。